皆さんこんにちは。ニコンが1986年に発売した伝説のアイテムを改造して D500 で使ってみたい、アズイズカメラです。本日の動画はテレコン TC16A の改造と撮影テストです。このテレコンはマニュアルフォーカスの AI レンズほぼ全てをオートフォーカス化できる大パーツのようなアイテムです。 1.6 倍のテレコンレンズを前後に動かすことでその先につけたマニュアルフォーカスレンズのピントを拾うというもので、魔法のテレコンと呼ばれたりするそうです。東京のカメラ店で普通のジャンクテレコンに紛れてたった2000円で発見しました。対応機種の F501 を持っているのでまずは動作確認してみます。素晴らしい。マニュアルフォーカスのニッコールレンズでスムーズにオートフォーカスができました。これはぜひ D500 や D800 で使いたいです。この素晴らしいアイテムの最大の弱点は D2 を除くほとんどのデジタル一眼レフで使えないことですが、幸い改造方法はネット上で多数見つけました。今回はしっかり本格改造はしたいけれど、ハンダ付けや徹底分解といった難しい作業は避けたいなということで、100均工具だけでの改造に挑戦です。使う工具はドライバー、ヤスリ、切りだけ。材料はアルミホイルとマスキングテープだけです。さあ頑張ってやってみましょう。改造するのは2箇所。まずは接点の方からやっていきます。接点カバーに2本、その周囲のリングに3本のネジが使われているので外します。ネジを取ったら部品を外すのですが、ごく小さいバネが中に5本あり、ぶっ飛んでなくしたらおしまいとのことで、これはビニール袋の中でやりました。カバーを取ると接点5本とその裏の小さなバネが見え、フレキシブルケーブルに押し付けられているのが見えます。この接点とバネもビニール袋の中でピンセットを使って取り外しました。これで安心して加工作業に入れます。接点の台座はその下のネジ3本で固定されているので、これも取り外します。この部品が最初の改造ポイントです。この TC16A は接点の位置が普通のレンズと違っています。この5番ピンを2番に引っ越ししてあげる必要があります。というわけで2番ピンの位置に穴を開けてあげます。大きすぎては絶対ダメなので丁寧な作業がいります。まずはキリで下穴を開けました。小さな下穴が貫通したらダイソーの小さなダイヤモンドヤスリで慎重に穴の大きさを他と揃うまで広げました。これで接点の位置を2番に引っ越しできるようになります。接点が通り抜けてしまわないよう穴のサイズには要注意です。ただまだ外見を変えただけです。本命はその裏のフレキシブル基板状のパターンです。こちらも5番を2番に変えなければいけません。このフィルム状の接点移動を本格的にやるのは本当に大変ですが、弱い信号電流が流れればよい、かつ摩擦はほとんど起きないのでアルミホイルでいきます。5番から2番の接点をつなぐようにこの字型のアルミホイルを切り出しました。これをフレキシブルケーブルに貼り付けてみます。アルミホイルの貼り付けにはマスキングテープを使いました。電気は通さないし動作も摩耗もない部分なので耐久性も足りると見ました。準備ができたらアルミホイルを慎重にフレキシブルケーブルに貼り付けました。幸い5万ピン部分の面積が大きいので十分接触を確保できそうです。この字型のアルミホイルは長めに切ってあり、先端部分を折り返して裏側にまたテープの切れ端で貼り付けて固定しました。出来上がりはこんな感じです。単純な加工ですが、これで2番ピンからの信号を5番ピンの方に流せるようになったはずです。組み立てはまず接点とバネを接点台座に組み込んでいきます。バネを弾くと大変なことになるのでここでも油断は禁物ですね。バネがフレキシブルケーブルのパターンにきちんと当たっているのを確認しつつ組み立てていけば終了です。ここまででテストしてみましょう。
D500 に取り付けてみて、レンズ群が前後に動いてフォーカスを探ってくれたら成功です。さあ来い。バッチリです。回路の移植は成功しました。一安心です。ただまだ終わりではありません。この加工までだとカメラは TC16A を F1 という非常に明るいレンズとして認識してしまい、露出が外れてしまうとのことです。実際に D500 も F1 として認識していました。この点も先人皆様の知恵で改造方法が明らかになっています。今度はテレコンの下部分、出っ張っているところの裏側の蓋を開けます。ネジ2本外せばすぐです。中には IC が見えてきます。この IC の絵の向きで2番、3番の足を切断すると F4 のレンズとして認識するようになり、ほとんどのマニュアルフォーカスレンズで露出を検知できるようになるとのことです。ただこの IC はフレキシブル基板の上に実装されてます。かつ36年も昔のものなので、下手に力がかかると基板上の別の部品が取れてしまったりするそうです。今回はとても地味ですが、この2番、3番の足をダイヤモンドヤスリを使って弱い力で根気よく削り落としてしまうことにしました。削りカスがレンズ側に回らないようにキャップをつけたまま、かつ洗浄液で湿らせた綿棒で細かく掃除しつつ根気よく削っていきました。かなり時間をかけて2本の足を完全に削り落とすことができました。この後掃除機で削りカスを最大限掃除してから蓋を閉めました。加工が終わったのでいよいよ撮影テストです。マニュアルフォーカスの AI にコール 105mm F2.5 を取り付けて撮影してみましょう。 F2.5 のレンズですが、開放で F4 として認識しているのがわかります。いざ撮影です。バッチリです。一瞬でフォーカスが合い、何の問題もなく撮影できました。ピントも綺麗に合っています。やりました。改造成功です。早く外で使ってみたくてたまりません。近所の公園で撮影してみました。今日も冬晴れの良い天気です。 1.6 倍のテレコンになるので、これもパワーアップに作用する望遠レンズでのテストがいいですね。ニコンシリーズ E70 から 210mm F4 というレンズを用意しました。悪くないですが、特段特徴もない古い望遠レンズです。これが D500 とこのテレコンで使うと、画角168から 508mm F6.3 という素晴らしいスペックのオートフォーカスレンズになるはずです。ファーストショットから素晴らしいです。 D500 の AF 性能が使える 500mm 超の望遠レンズとしてバッチリ機能しました。なんということでしょう。平凡スペックの古いレンズがオートフォーカス超望遠レンズとしてサクサクと使えています。久しぶりにアオサギもいますが大きく撮影できました。 500mm 超なので野鳥撮影がとてもはかどります。テレコンなしマニュアルフォーカスとテレコンありオートフォーカスで換算 315mm と同じ画角になるように撮影して、テレコンが入ることによる画質劣化も見比べてみました。テレコンありは130mm 程度に設定して画角を合わせているだけなので厳密な比較にはなりませんが、アップにしてもテレコンなしの絵に見劣らないように見えます。画質劣化がないわけはないですが、この TC16A は当時から解像度にこだわるニコンの純正テレコンですから、実用レベルにあるとは言えると思います。動画もやってみます。コントラストオートフォーカスになり時間はかかりますが、動画でも撮影中に正確なピント合わせができるようになりました。素晴らしい。1986年に発売された魔法のテレコンを D500 に取り付けると、平凡なマニュアルフォーカス望遠レンズが強力なオートフォーカス超望遠レンズに生まれ変わりました。テレコンが入るので一段以上暗くなりますが、 D500 は常用 ISO 限度が大きい上、
もっと暗いレンズでも普通にフォーカスできるので何の問題もありません。これで古い素晴らしいマニュアルフォーカス望遠レンズたちが活かせるようになりました。 TC16A 最高です。簡単改造に成功してよかったです。最近はオールドレンズをオートフォーカス化するミラーレス用のコンバーターがいくつも発売されていますが、30年も先行したこの TC16A はまさに大パーツじゃないでしょうか。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからも動画を投稿していきますので、次も見たいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をしていただけると励みになります。評価も嬉しいです。それではまた近いうちにお会いしましょう。